こんにちは、オートウェストエンドです。さあ、今回はこちら僕の BMW X5 E70 の今まで修理をしてきましたその後の様子を、そして今年来年の修理プランを皆さんとシェアしていきたいと思います。前回この修理プランの動画を上げたのは5ヶ月ぐらい前だったと思います。それから修理できた部分、修理できていない部分、いろいろありますので、そのおさらいもできればなと思います。最近泥だらけの駐車場に止めることが多くて、もう結構下がねドロドロになっておりますが、まずはエンジン周りから見ていきたいと思います。エンジンルームまた汚くなってきていますので、これも近々掃除していければなと思います。一番最近直した箇所としましては冷却水漏れです。今はしばらく運転をしてこちらまで来ていますので、朝一番で見たリザーバータンク、エクスパンションタンクの水量はこんな感じです。しっかりありますね。先日のクーラントの温度センサーの交換が一応今の段階でうまくいったと。ちょっと見てみましょう。この画面下あたり、ここですね。ここのセンサーですが、このオーリングがもうへたってきてしまいまして、先日交換をしました。 Amazon で1500円ぐらいだったと思います。純正相当品ではないセンサーを購入しましたが、一応今のところ順調に動いてくれています。特にエラーコードなども出ていません。そしてこの一番エンジンの下側、マットガードですが、ここにもう冷却水がもうドバッと水たまりにこぼれていました。それももうすっかり乾きまして、全くね漏れが今ない状態ということで、一つはこの温度センサーからの漏れ、そしてもう一つはラジエーターの一番上からの漏れがあったんですが、そのラジエーターの方はこれ定期的に漏れたり止まったりしているみたいで、現状は大丈夫そうです。ただ長期的に考えたら、これもラジエーター交換していかなければいけないのかなと思います。はい、ちなみにラジエーターの上の漏れ、これですね。このような感じで、漏れてる跡があります。皆さんの X5 乗られてる方、 BMW 乗られてる方、こういった漏れありますでしょうか。ちょっと湿ってる感じの部分もあります。ほんの少しずつですが、ちょっとずつ漏れているのかもしれません。続いてオイル交換ももうそろそろしていこうかなと思います。そしてこのバルクヘッドなんですが、以前この樹脂パーツがもう割れてしまっていました。それを防水テープ、すごい強力なものがあったので直したんですが、やっぱりエンジンルーム内の熱でもうほとんど修理以前の状態に戻ってしまったような感じです。もうこちらは新しいパーツを購入して交換していかなければいけないなと思います。はい、ちょっと見えにくいですが、こちら銀色に光っているプーリーがあります。オルタネーターの交換も行いました。電圧が安定しないとエラーコードがどんどん出てきてしまう、そしてエンジン警告灯が頻繁に出てきてしまう状態になってしまいましたので、オルタネーターの交換、バッテリー交換をしてしばらく様子を見ていますが、交換をしてからはいい感じでエラーコードなどもまだ出ておりません。続いて今一番大きな問題がこのストラット、サスペンション周りですね。このストラットマウントがもうだいぶへたっていると言いますか、削れてきてしまっておりまして、この軸が画面でいう左側に傾いてきております。もうめちゃくちゃ安い、どこのブランドかわからないストラットアッセンブリをね、これつけてみて、やっぱりダメだったという動画もね、撮ってもいいんじゃないかなとも思ったんですが、まあ、とても安いストラットアッセンブリに1万円とか1万5000円ぐらい上乗せすれば、純正相当のストラットアッセンブリが手に入るということが分かりましたので、おそらくそっちの方を買った方がいいのかなと、今思っているところです。また動画にしていきたいと思います。あともうそろそろ冬ですので、凍結防止剤が入ったウォッシャー液を追加していこうかなと思っております。といったところで、エンジンルーム周りは以上となります。オルタネーターの交換と冷却水の漏れが止まったというところで、まず一安心しているところです。あと足回りの交換ができれば、この車が走るということに関しては一旦落ち着くのかなと思います。まあ外が寒いのでね極寒の中でストラット交換をすると思うとちょっとへこみますが、はい、頑張っていきます。それでは続いて内装を見ていきたいと思います。もういい感じで夕日になってきておりますが、こちらパワーウィンドウのパネル、表面のコーティングが剥がれてきてしまっていましたが、新しいトリムを交換いたしました。そしてこのパネルを交換したのは良かったんですが、この僕の X5 には搭載されていない自動格納のサイドミラーの機能、そのボタンがもともとなかったんですが、穴が開いているパネルを間違えて購入してしまいましたので、このスイッチ自体のユニットもこのボタン付きのものに交換をしました。ゆくゆくはね、このサイドミラーも自動格納の機能をつけていければなと思います。費用がどのくらいかかるのかの検討がついていないので、また追ってご報告したいと思います。それでは、このアロマのディフューザーはアリエクスプレスでめちゃくちゃ安かったです。100円200円とかそのくらいのレベルだったと思います。こちらにアロマオイルを垂らしますと、エアコンの風に乗って香りがね、広がると。そういうアイテムです。あら、今日は調子がいいですが、このキュルキュルというね、音がブロアモーターからしています。あ、しましたね。チャンネルが始まった、もうほんと最初の頃、この GoPro のマウント、このスピーカーのトリムにうまいこと針金を通したりしてつけましたが、結構これもうグラグラしてきてしまうようになりました。最近はドライブ動画などはここの吸盤のマウント、そしてここに携帯を挟んで撮影をしています。ただこれ GoPro だとそこまで揺れないんですが、スマホだと重いのですごい揺れるんですよね。なので動画がもうとてもガタガタになってしまうので、どのくらいの需要がね、この情報あるか分かりませんが、解決方法としてこの吸盤のマウント、なるべく下側にしまして、そしてもうここにもうつくようにします。下に。そしてこのスマホを挟んで、そしてもう下にこのダッシュボードについた状態で、この位置調節、これを設定しますと、もう今までね、すごいこう揺れてしまうんですが、クッションになるようなものをここに挟みまして、グッと固定をしますと、これでだいぶ揺れが抑えられます。ドライブ動画をね、撮ろうと考えていらっしゃる方、こういった方法もあるので、ぜひ参考にしてみてください。そしてサイドミラーはブルーミラーに交換をしました。広角になって、そしてヒーター機能も復活したようです。ただ上下左右にこの動かすその内部のモーター一つがダメになってしまって、そして似たようなモーターを購入して直しはできたんですが、結局誤作動のような現象が起きてしまいました。ですので、一旦その新しいモーターを外して、もうバッチリパーツナンバーまで合っているモーターを購入しなければならないのかなと思います。はい、続きまして、こちら、ドームライトの LED 化。僕はいつも参考にさせていただいております YouTube チャンネルの父ちゃんの BMW さん、車内の LED バルブ化の動画参考にさせていただきました。ありがとうございます。近々この X5 のインテリアライトも LED バルブ化して電力消費を抑えていきたいと思います。そしてこちらですね。Android のヘッドユニットに変えたいということで、これもうずっと言ってますが、他の修理にね、ちょっとね、遮られてと言いますか、出費が重なってと言いますか、なかなかこのヘッドユニットを買うところまでいけておりません。この2008年、ここの年代のこのiDrive、このナビのシステムですね。充実しているとは言えないので、Android のナビに変えていければ便利になると思いますので、これもいつになるんでしょう。ゆくゆく変えていければなと思います。ちなみに前回の修理プランの動画でこのドアハンドルの内側の部分、この樹脂パーツがもうドロドロになっているのでという紹介をしましたが、こちらも後部座席のハンドルも含めて交換をしましたので、とてもいい状態になっています。そしてこちら、ルーフハンドル。もともとはこのような感じのハンドルがついていましたが、ここサングラスケースに変えれるというグッズをアリエクスプレスで購入しました。そしてこのように付け替えました。コンソールボックスに入れてサングラスがね、ガチャガチャしていたんですが、これですっきりしました。ただここのボルトを隠すパーツも一緒に付いてきたんですが、それがうまいことはまりませんでしたので、今はボルトがね、見える状態で取り付けしております。人目に触れるところではないので、まあこの見た目でも僕としては問題ないのかなとは思っております。あと内装でいじっていきたいところ。先日このトリムをつけるのがもうだいぶ苦労して、神業的な方法を YouTube 動画で発見しましたのでシェアさせていただきましたが、このトリム自体ももうコーティングがパワーウィンドウのスイッチのように剥がれてきています。これも交換をしていければなと思います。そしてこのカバーになっているドリンクホルダーの蓋の部分。ここもね、もうこの擦ると黒くなって、しばらく放置するとまた白ぼけしてきてしまうという、この材質もうね、どうしたらいいのかちょっとわからなくなっていますが、1000円、2000円ぐらいでアリエクスプレスで出ていたと思うんですが、ここを交換するのが結構工数がありそうなんですね。この全てのユニットをもしかしたら外さないといけないかもしれません。なので、この交換に関してはもう少しリサーチが必要なのかなと思っております。そして同じくここのトリムもコーティングが剥がれてきていますので、これも交換できたらなと思います。ちなみに以前ここのスイッチがもう取れてね、どっかに飛んでいくような、そんな状態でしたが、このユニットごと交換をして、今はちゃんといい感じでね、はい、パーキングブレーキのスイッチが復活しました。こういったそれぞれの修理動画、できる限り概要欄に載せておきたいと思いますので、気になる方はチェックしてみてください。はい。ということで、内装はこのような感じでしょうか。それでは外装を見ていきたいと思います。はい、こちらのサイドマーカー LED 化成功しました。水が漏れてきてしまったりですとか、なかなかこのクリップがちゃんと車体にくっついてくれなくて、ポロッとね、落ちてきたりとか結構苦労しましたが、なんとか装着をすることができて、この LED 化には満足しております。続きまして、タイヤリムですね。19インチを履いた状態でこちらの X5 購入しましたが、この20インチに憧れ、中古で4本セットでタイヤもついて5万円ぐらいで売っていたので、こちら、ガリ傷めちゃくちゃあるんですけどね、購入をしました。もともと19インチだということで、このフェンダーがこのスリムタイプなんですよね。なので20インチをついてこの X5 を新車で購入すると、このフェンダーの部分がもう少し出っ張っているものがついているはずです。こちらも ebay で2万円ぐらいで購入できたはずなので、ゆくゆくフェンダーも交換していきたいと思います。このナンバープレート等もアップグレード LED にしていければなと思います。そしてこちらのテールライト、この配線のサビをなんとか取って使えるようにしたんですが、なんか調子がよくありません。マイナーチェンジ後のフェイスリフト仕様のテールライト、この2つ全部合わせたユニットが販売されているので、ゆくゆくそちらにアップグレードしていければなと思います。そしてこちら、今は純正のリフレクターがついていますが、 LED 内蔵の社外品のリフレクターを購入して、そして電光系のパーツを今注文して待っているところです。これに関してコーキングなどの動画も上げていますので、参考にしてみてください。そしてこのマフラー、コンパウンドで磨いてだいぶ綺麗になりました。ゆくゆくはこのエキゾースト系どんどんカスタムしていきたいんですが、そこまで他の修理が終わってたどり着けるのはいつになるのかとちょっとね、見当がつきませんが、夢の一つとして置いておきたいと思います。そして足回りの異音がずっと続いております。このストラットマウントがほぼほぼその異音の原因だろうということが分かってきましたので、近々購入して交換をしていきたいんですが、ロアーム周りは2つあるんですが、今はこちらの手前に見えるこれですね、こちらを新しく交換をして、そしてストラットの交換が終わりましたら、こちらのもう一個のロアアームも交換をしていきたいと思います。ちょっとね、ここハンマーで叩いた跡が残っていますが、結構取り外し大変でした。そして中古購入時からあるこのバンパーの傷、塗装の剥がれ、これがあるからこの X5 安かったんですが、そしてこちらにもこのね、へこみと割れがあります。素人ながら、スプレーペイントになると思いますが、塗装をしていこうと思います。でもこのスプレーペイント、外の気温が高くないと粒状になってしまうというのもあるので、また暖かくなる季節まで少しこちらはお預けかなと思います。そして定番のこのヘッドライトの曇り、これも綺麗にしていければなと思います。というような感じで、思ったより長くなってしまいましたが、この半年弱で修理をしてきた箇所、そしてこれからの修理プランをシェアさせていただきました。これからの修理、また見てみたいという方はぜひ登録ボタンもお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。